はい、弟子のつぶやき一言よろしくお願いします。先日ですね、収録してたら師匠ということがありました。途中でですね、師匠の声が聞こえなくなったんですよ。で、私の方に問題があるのかなーって思ってたんですけど、師匠の方に問題がありました。どうして師匠ってなったかと言いますと、師匠も弟子に問題があると思ってたそうです。もう師匠以上です。